ジョキオジョキオは1943年にアメリカで公開されたルーニー・テューンズシリーズのアニメーション短編映画である。監督はノーマン・マッケーブ。第二次世界大戦中に制作されたプロパガンダアニメの一つ。日本のニュース映画を模していた。メル・ブランクが全登場人物の声優を務めた。ヒーハーキ本作は 露覚された日本のニュース映画フィルムという体裁をとっている。冒頭、スタッフやタイトルが表示された後、これは敵から露覚されたフィルムである。ジャパナチの悪質なプロパガンダの恒例と栄養とのナレーションが流れてから、その露覚されたフィルムの再生が始まる。まずは1話のオンドリを背景に、週刊日ポニュースのタイトルが表示される。 オンドリは鳴き声を出す風に息を吸い込んだかと思うと、その中から出っ歯で、メガネの励ましが現れて背後に朝日旗が浮かぶ。最初のニュースは、民間防衛に関してである。ナレーターは、日本の先進的な防空警報システムの紹介を、始める。ちょうど防空演習が始まって、サイレンが響き渡るが、その音は二人の男が、互いの尻に針を差し合ってあげている悲鳴なのだ。 続いて映し出された超音症は文字通りの鍵穴が開けられた柱で防空管使用員は飛行機に愚痴模様を描いている。ナレーターは防火本部の紹介に移ろうとしたもののカメラを移動させると本部はすでに焼け落ちていた。続いて焼夷弾に対する対応方法の紹介が始まる。最初に10日後5秒以外の焼夷弾に近寄ってはならないという文字が表示される。 それを読んだ男は、懐中時計を取り出して5秒間数え、OK とつぶやくと焼夷弾の炎でソーセージを焼き始める。しかし直後に、焼夷弾は爆発。地面に開いた爆弾穴からは、帽子やメガネだけが出てきて、おー、ローズイングフェイス、プリース、ローズイングフェイスと叫ぶ。キッチンヒントのコーナーでは、料理教室の講師である、東条教授が、 日本式のクラブサンドイッチを作るという。登場教授はまずパンの配給ギップを二つに切り分け、肉の配給ギップをそれで挟む。そのサンドイッチを食べた後、食後にクラブをどうぞと棍棒で自分の頭を殴る。スタイルショーのコーナーでは、新しい日本のビクトリースーツの紹介が始まる。それはカフスなし、プリーツなし、ラペルなしと紹介され、最後の 福なしの声とともにカメラが動くと下着姿で震えている男が映し出される。次に始まるスポーツニュースでは日本のハエたたきの王と呼ばれる野球選手がトロフィーを得た胸が紹介される。ふと近くを飛ぶハエを見つけたその選手はハエたたきを振るうものの勢いよく空振りした上ハエたたきをハエに取り上げられ殴りつけられてしまう。その後 ハエガトロフィーを持ち去ってしまう。ヘッドラインパーソナリティのコーナーでは、まずは山本提徳が執務机越しに挨拶する。彼は話しながら画面左へと歩いて行くが、机を離れると竹馬に乗っているのが見える。山本提徳は、ホワイトハウスの平和は我々に決定権があると語るが、ここで編集部中のメモが画面に挟まれる。そこには、 山本提督御用役の部屋と書かれており、メモが退けられると、電気椅子が置かれた死刑執行室が映し出されて、ショパンの早々行進局の一節が流される。次に、本間将軍が、日本の将校は空襲下でもいかに冷静沈着に振る舞えるかをお見せしましょうと、ナレーションが入る。しかし映し出されている、本間将軍はパニックになって、 木にぶつかりながら走り回った挙句、倒れている幹に飛び込んで隠れようとする。本間将軍が穴から顔を出すと、その隣からスカンクも顔を出す。ところがスカンクは本間将軍の息の臭さに驚いてガスマスクをかぶってしまう。数字区国からの速報では、まずドイツベルリンからの速報が入る。ヒーハー教が伝えるところによると、相当は、 海外の友人から手紙を受け取ったとのこと。ここで、アドルフ・ヒトラー宛てのハガキが写されるが、裏返すと、捕虜収容所の写真と、ぜひご一緒にの言葉、そしてルドルフ・ヘスの署名があった。続いて画面は、イタリア・ローマに映る。多くの遺跡で知られるローマに、新たな遺跡が加わったとのナレーションに続き、ごく最近破壊された廃墟の上に座って、ヨーヨーをするベニート・ムッソリーニが映し出される。 次は、日本海軍に関する報道が始まる。陸軍分裂行進局を背景に、建造期間を3週間も短縮したというナレーションと、共に大きな潜水艦が海底を航行する様子が映し出される。しかしその潜水艦の後ろ半分は、未完成で何人もの作業員が未だに工具を振るっている。そして画面外に出た途端に大爆発してしまう。続いて、 潜水艦内の水兵らは実に複雑な機器を扱っているというナレーションが入って、艦内で作業する水兵らの様子が映し出されるが、カメラがズームすると彼らは艦内カジノで遊んでいるだけであった。海中を行く人間魚雷乗員への取材では、彼らは危険など気にしないというナレーションの直後、乗員がここから出してくれ。と大声で叫ぶ。続いて画面は会場へ移る。 航空機は空母から巨大な投石機で打ち出され、さらに新型の膠着装置として、機体のもとに小さな三輪車を吊るして着陸する。続いて紹介された空母も、その文字通り単に飛行機の残骸を運ぶ船で、総海底は文字通り放棄で嫌いを退けている。そして誤って触れた嫌いが爆発して、総海底は沈没し、遺憾な出来事があったと書かれた部位が浮かび上がる。 ここでエンディングに移る。本作は明確な反日プロパガンダ映画である。そのため、作中の日本人は非常に差別的な描かれ方をしている。すべての日本人はメガネやデッパなどのステレオタイプを強調して描かれている。また礼儀正しさのイメージを、すいません、いかながら、名誉あるといった単語の極端な多様で揶揄している。セリフの頭にウーエスをつけたり、 R と L の発音をあえて取り違えるなどの描写も多い。また、ギャグそのものは英語の領義性によるダジャレが多い。スポットには発見の他にブチ模様の意味もある。ルージングフェイスは面目まれつぶれという意味だが、ここでは文字通り顔を失ったという意味と書けている。ビクトリースーツは戦時中にアメリカで考案された簡易型の背広。 戦時下において安価かつ効率的な生産を可能とするため、カフスやプリーツ、ラペルなどが省略されていた。ベーブ・ルースの愛称、ハエたたきのスルタンの文字理。方ホ法ホ教と通称されたウィリアム・ジョイスのパロディ。ヒーハーは英語圏におけるロバの鳴き声の犠牲語。ヒーハー教もロバとして描かれている。これは空母が備えるカタパルトと、 小型飛行機の見わしき着陸装置を文字通りに表現したものである。ありがとうございます。